はい、それでは続いての演目になります。次は、庭沈めでございます。演じていただきますのは、主君大乗神楽保存会の皆さんです。主君の皆さんには2演目ですね、続けて演じていただきますけども、主君大乗神楽さんは現在5代目の庭元、小井川和夫さんが庭元ということで活動しております。平成13年に上福若丸と一緒にですね、岩手県の無形民族文化財に指定されております。明治30年、今から大体126年前に紫野から伝授されまして、明治34年に紫野大乗神楽の初代の、宮本から、伝授を受けまして、双子大乗神楽として発祥しております。まあ、その後ちょっと時期は不明ですけども、祝大乗神楽と改称しております。今年で伝承122年を、迎えですね、一昨年、まあ、本来であれば120周年の、ね、記念公演を企画していたんですけども、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、記念公演は延期しているという状況です。平成30年に日本フランス友好160周年イベント、ジャポニズム2018がございましたけれども、こちらもですね、フランスの方に行こうと言って公演を行っております。はい、庭沈めですけども、これは私ですね、私こう見えても一応 かつては踊ったことがありまして、こちらの鬼の館の第1回目の神楽公演の時ですね、まあ、屋外ステージでしたけども、私デビューということで庭沈めを踊った経験がございます。今日演じていただく いただきます方もですね、まあ、八幡神社の社殿で奉納したことはありますけども、ちょっと皆さんの前ではね初めてということでございました。はい、庭沈めですけども、日本神話に登場する天の岩戸の舞を清める舞とされておりまして、まあ、榊舞という、まあ、大乗神楽では最高位の演目があるわけでございますけども、その榊の舞にですね、舞台を清める舞とも言われております。人の住む国や土地が永久に存続することを見守る神様という意味合いがございます。はい、それでは準備が整いましたので、祝大乗神楽保存会に皆さんによります庭沈めです。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。大蔵カメラの皆さんによりますニュアンシルメでございました。